おはようございます。皆さんお元気ですか？先週は寒いと感じる日が続きましたね。季節の変わり目、体調を崩さないように気をつけてください。それでは日曜日の礼拝スタートします。お祈りします。愛する天のお父様、今日という日をありがとうございます。感謝します。あなたの皆をあがめ賛美します。今日も主が一人一人に御言葉を通して、それぞれが分かりやすいように、受け取りやすい方法で心の奥底に語りかけてください。そして主の素晴らしい御言葉を味わい知ることができるように祈ります。愛するイエス様の皆によって祈ります。アーメン。それでは共に賛美しましょう。山々が生まれる前から。では今日はですね、謙遜を身につけるというタイトルでお話しします。聖書の箇所はペテロの手紙第1、5章5節、5節から6節です。みな互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、
へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるのです。今日はですね、神が味方してくれる人、神が恵みを与えられる人になるための秘訣をですね、聖書から見ていきたいと思います。私たち人はですね、誰しも人から一目置かれたいとかですね、尊敬されたり立場地位が上であるものになりたいと、多くの人は思っています。自分自身の自慢、家族の自慢、持ち物自慢、学歴や社会的ポジションの自慢など何かにつけてですね、自分が他の人より勝っているということにですね、優越感を覚えたいものだと思います。人間には他者から認められたいという、欲求が切実ですから、なんとか自分が優位であるということをですね、示したい、自慢することによってその欲求を満たしたいというふうに思うわけですね。これは人間の、本当にその性質ですから、それ致し方ないところありますけれども、で他者からの評価やですね、自分を上に立ててくれる、こと人に対して、その行動に対して私たちは喜びますけれども、逆に自分が見下げられたりとか、評判がですね悪くされたり、評判を悪く言われたりとかですね、そういう認められない欲求が満たされない時にはですね、本当に非常に落ち込んでしまうものなんですね。見えるところの評価のためだけにですね、重きを置いて置いた生き方はですね、本当に心がどんどんすさんでいって、どんなに頑張っても埋められない、穴がですねぽっかり開いてしまって、もうそれもずっと穴が開いたままで、何をしてもいつも満たされない、そしていつも何か満たされるものを探し回っている、そういう疲れた生き方に振り回されていきます。果たして私たちは競争するために生まれてきたのでしょうか。人生は死ぬまでずっと競争し続けなければならないんでしょうか。そういうことをですね、時々思うわけなんですけれども、なぜかですね、クリスチャンになってもその意識が抜けません。他のクリスチャンとですね比べたり、または他の教会と比べてしまったり、なんとなくこう無意識のうちに競争してしまう、そういうのがですね、もう染みついていますね、私たちのこの体には。で、自分が上である自慢、自分の教会が他の教会より優れている自慢、それが終わらないと言いますか、絶えません。悲しいことですし、主を知っていながら何ともですね、虚しい人生だなと思います。今日からですね、私たちの、クリスチャンとしての生き方をまた再度ですね、改めていく必要があると思います。神が味方してくれる人、神が恵みを与えてくださる幸いな人になる、そういう生き方を目指していきましょう。神の方法は聖書に従って生きるとき、私たちの人生はとても軽いものになります。高ぶりや傲慢の、その鎧を外してですね、謙遜の身軽な、軽装、服装を身につける、これがですね、私たちの人生では気負いなく、主が私たちに味方して、本当に主が私たちを祝福してくださる方法なんですね。自分で頑張って疲れ果てても、自分を評価させるために自分自身で頑張り続ける必要はないです。では主が味方してくれる、主が恵みを与えてくださるですね、人になるための方法を見ていきましょう。まず一つ目ですね、主のもとで安らぎましょう。マタイの福音書11章28節から30節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。日々ですね、私たちは主のもとで休むことが必要です。人はどんなに良い人でも、信頼できる人でも、いつもずっとですね、一緒にいて安らぎを与えてくださる方はいません。この地上ではみんなそれぞれ目に見えない重荷をですね、背負って生きているものです。心地よい主の膝のもとに座ってですね、子供のように本当に目をキラキラ輝かせて、イエス様の話に聞き入ったマリアのようにですね、イエス様からへりくだって学ぶこと、
私たちが謙遜を身につけてですね、本当に主のもとにいる、主と共に過ごす、そういう時間をですね作るということが一番良い方法です。イエス様は心優しくへりくだっていますから、私たちもイエス様からその本当に心屋の優しさ、そしてへりくだりを学ぶことができます。ですから私たちがイエス様から教わることですね、間違いは決してありません。イエス様のもとで私たちはまず一つ目、安らぐこと、安らぎを本当にこの獲得しながらですね、またイエス様からですね本当に素晴らしいものを受けていく、そういう時が必要ですね。では二つ目ですね、はい、傲慢の矢が突き刺さらないように注意しましょう。コリント人の手紙第1、10章12節。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。こんな話を聞いたことがあります。傲慢になって攻め進むことは自分が無力になっていることに気づかないものだということなんですが、傲慢という言葉と高慢という言葉があるんですけれども、高慢っていうのはその相手を見下す、相手を低いとして見下してしまう、そのように思うことなんですけれども、傲慢はその見下した相手にですね、そういったその失礼な態度、その相手に対してですね、態度を持ってですね、そういったことを示すということが傲慢なんですけれども、傲慢になるということはですね、この、私たちにこの傲慢の矢がですね、なんて言うんでしょう、こう刺さるということなんですけれども、この傲慢の矢がですね、クリスチャンたちにですね、刺さるとき、力強く立っている勇士たちの背中を狙って矢が放たれます。で、この本当に傲慢の矢が刺さったのに、その強く立っているという思われる勇士たちは一向に気がつかなくて、その本当に刺さったことにもすらも気づかない、血が出ていても本当に血が出てしまって、みるみる自分の力が弱くなっているんですけれども、それにすら気づかないということなんですね。その内容を聞いた時にですね、思ったことは、私たちの心が高くなって傲慢になると、敵の領域、目をくらませる、そのような領域に足を踏み入れる、そのような状態なのかなというふうに感じました。なのでそうなると本当に鈍くなります。惑わされてしまいます。何の痛みも感じない、傲慢の悪をですね、悪とも思わなくなる。ですから自分が傲慢になっていることも気づかないということなんですね。ですからこの聖霊様が与える御言葉の武器で、私たち自身をですね、本当に後ろから矢がですね、矢で攻められた時には、それにもですね、太刀打ちができるように、気づくことができるようにしておかなければならないんですね。人の傲慢になりやすい性質というのはですね、気づかないうちにやられてしまいます。高ぶりは神に属するものではありません。箴言18章18節の中で、高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つとありますように、高ぶると私たちは倒れてしまいます。私たちが高慢になると破滅の道に向かっています。高ぶりは天から落とされたですね、悪魔ルシファーが神のようになろうといったですね、時に持っていた性質ですね。ですからこの傲慢は最も手強い敵です。いつも背後に忍び寄ってあなたを陥れようとします。最高地点にですね、到達したものほどですね、この堕落の危険も非常に大きいと言われています。私たちは常に心に留めておく必要があります。生きている間、どんな時にもどこからでも落ちる可能性があります。ですから立っていると思う時に倒れないように注意しましょうということなんですね。ですから私たちはですね、本当に今立っていると思うなら、素晴らしいこの最高のですね、本当にこの頂まで神様がですね、素晴らしいポジションまでつけてくださったのであれば、なおさらのことですね、私たちは高ぶらないように、本当に背中からですね、この傲慢の矢を刺されてですね、それでも気づかないものにならないようにですね、しっかりとですね、私たちは本当にこの、高ぶらないということをですね、注意していきたいと思います。では3つ目ですね、謙遜の覆いを身につけて、いつも共に、主と共にいましょう。
謙遜の多い、洋服ですね、着物を着てですね、いつも人ともにいましょうということなんですが、自分は大丈夫と思っている時、これが一番危ないです。で、勝利の後には堕落がやってくる。ではどうすればこの攻撃から守られるのでしょうか。それはいつも主と共にいるということを忘れないことですね。主に知恵をいただいて謙遜の衣を身につけていれば簡単に惑わされなくなります。ペテロの手紙第1、5章5節、皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。敵のどんな武器もですね、この謙遜の覆いにはですね、覆いをですね、貫くことはできないんですね。神様の恵みに勝るものはありません。低く見られて下げすまれることがあってもですね、それは謙遜の衣です。それに甘んじておきましょう。イエス様だってそうでした。神でありながら神の子のように扱われずですね、下げすまれました。イエス様がそうだったのですから、私たちもなおさらです。そしてイエス様は神の時に高く引き上げられました。神様の時にイエス様が高く引き上げられたのですから、私たちも神の時に神がちゃんとですね、私たちを引き上げてくださる、そのことを期待しましょう。箴言18章12節の中に、人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つとあります。私たちが高慢になると破滅していきますけれども、本当に謙遜になるとですね、神様が素晴らしく私たちをですね、引き立たせてくださいます。ですから私たちは自分でですね、この本当に自分の競争をですね、本当にこの精一杯、この人生かけて競争しなくてもいいんです。そして自分でですね、一生懸命アピールしてですね、自分を高ぶらせる必要もないんです。神様がすべてですね、私たちの責任を持ってですね、私たちのことをしてくださる、そのことがですね、私たちが本当に安全の息の中で生きる秘訣ですね。いかがでしたか。私たちはイエス様を信じ受け入れたものとして、身につけなければならない覆い、謙遜の衣ですね、毎日朝起きた時に忘れずにつけましょう。それでは今日はこの辺で、また来週お会いしましょう。皆さんの上に神様の豊かな恵みがありますよう、お祈りいたします。さようなら。